モハメドアリ、モハメドアリ、1942年1月17日から2016年6月3日は、アメリカ合衆国の元プロボクサー。ケンタッキー州、ルイビル出身。アフリカ系アメリカ人だが、イングランドとアイルランドの地も引く。元 WBA、WBC、統一世界ヘビー級チャンピオン。イスラム教会衆前の本名は、 カシアス・マーセラス・クレイ・ジュニア。1964年にネーション・オブ・イスラムへの加入を機に、リングネームをカシアス・クレイからモハメド・アリに改めたハマド・アリという日本語表記もあり。1960年、ローマオリンピックボクシング・ライト・ヘビー級で金メダルを獲得。その後プロに転向し、1964年にはソニー・リストンを倒して、 世界ヘビー級王座を獲得した、ジョージ・フォアマンとザイールで対戦し、8R での一発大逆転を演じた、タイトルマッチや、ジョー・フレイジャーとの死闘など、ボクシング史上に残る数々な名勝負を行っている。最終的には、通算 3, 3度のチャンピオンとダッシュ成功と19度の防衛に輝いた。マルコム X と出会いその思想に共鳴、イスラム教にも回収。 ベトナム戦争への徴兵を拒否したことにより、米国政府と長期にわたって争ったが、最終的には無罪を勝ち取ったことでも知られる、具外での戦い。その発言と行動は、当時の米国政府や保守派との深刻な対立をもたらし、世界タイトル剥奪や、長期の試合禁止など様々な圧力が加えられた。引退から3年が経った42歳の時、 現役時代に受けた頭部へのダメージが原因とされるパーキンソン病と診断され頭病生活を送っており2016年6月3日に74歳で死去した死因は敗血症ショック総合格闘家のケビン・ケイシーは義理の息子1942年1月17日にアメリカ合衆国ケンタッキー州ルイビルのルイビル総合病院で父カシアスと 母オデッサの間にカシアス・マーセラス・クレイとして生まれた。父親と同じ名前であるため、ジュニアが名前の最後についていた。彼は小学生の頃、父親から誕生日にプレゼントにもらった自転車を宝物にしており、それに乗ってよく近所にポップコーンとアイスクリームをもらいに行っていた。ところがある日、誰かに自転車を盗まれ、警察に行った際に対応した警官が、 ボクシングジムのトレーナーもしてり、彼に犯人に鉄拳制裁を加えるという意味でボクシングを進め、その警官のボクシングジムに入った。これが、モハメドアリがボクシングを始めたきっかけになった。ジムに入門後、アリは8週間でアマチュアボクサーとしてデビューした。対戦相手は、アリ同様にデビューしたてのロニオキーフだった。試合は3分 3R で行われ、 スプリットデシジョンで判定勝ちした。アリが通っていたジムには、後に WBA 世界ヘビー級王者になるジミー・エリスも通っており、アリはアマチュア時代にエリスと二度対戦し、一勝一敗の戦績を残した。この間に、アリはバージニア大通り小学校と出バる中学校を卒業、セントラル高校に進学している。その後、ケンタッキー州。 ゴールデングローブで6度優勝し、1959年には全米ゴールデングローブのミドル級で2年連続優勝した。さらに AAU ボクシング競技のライトヘビー級でも1959年から2連続優勝を果たした。1960年9月に開催されたローマオリンピックボクシング競技ライトヘビー級に出場。前年度ヨーロッパチャンピオンのポーランドの判定で、 破って、金メダルを獲得する。しかし帰国後、オリンピックのインタビューにおける、アメリカの体制よりの発言を批判され、金メダルを自ら側に投げ捨てる事件を起こす。当時のアメリカの体制とは、つまり、白人側を意味したからである。このエピソードは1975年に出版した、自伝の中で書かれたものであるが、ありの友人数人がこのエピソードを否定しており、 後に出版された電気でも、エピソードは創作されたもので、実際には、メダルは単にアリが紛失したのだとの説も存在する。1960年10月29日にプロデビュー。タニーハンセイカーと対戦し、6R 判定勝ちを収めて、プロデビュー戦を勝利で飾る。また、プロ転校直後にネーションを V スラムの神徒であると、好評、リングネームを現在の本名である。 ムスリム、イスラム教徒名モハメドアリ、ムハンマドアリーに改めた。この名前は、預言者ムハンマドと指導者、イマームアリーに由来する。なお、1975年には、イスラム教スンナ派に改修した。1962年11月15日に、元世界ライトヘビー級王者のアーチ・ームアと対戦。試合前に、控え室の黒板に、 ムーアを4ラウンドに KO するという予言を書いて、リングに向かい、その予言の通り4ラウンド目にサンドダウンを奪って、KO 勝ちした。1963年3月13日に、元世界ライトヘビー級王座挑戦者のダグ・ジョーンズと対戦。アリが 10R 判定で勝利。この試合は、リングマガジンファイト・オブ・ザ・イヤー、年間最高試合賞に選出されが、アリは試合前に、 ジョーンズを 6R で KO すると公言していたため、試合後に、新聞からバッシングを浴びた。1964年2月25日、WBA ・ WBC、統一世界ヘビー級王者のソニー・リストンに挑戦。当時史上最強のハードパンチャーと評価されたリストンに、対しアリは、絶対不利と言われ、掛け率は7対1でリストンが優位だった。しかしアリは臆せず、 蝶のように舞い、蜂のように刺すと抗言。試合は一方的なものとなり、6R 終了時に TKO 勝ちとなった。アリは試合終了後のインタビューで、I must be the greatest と興奮冷めやらぬ様子で叫んだ。試合後アリは正式に本名をカシアスクレイからモハメドアリへと改名した。1960年に勃発し、後にアメリカが 本格参戦したベトナム戦争への徴兵を拒否したことから彼は無敗のままは防備し統一世界ヘビー級王座を剥奪され3年7ヶ月間ブランクを作ったが復帰後実力で王座奪還を果たしたまた露骨な黒人差別を温存するアメリカ社会に批判的な言動を繰り返したその後公民権運動などの貢献が称えられドイツの平和賞 オットー・ハーン平和メダルを受賞。王座白奪後の1971年3月8日、ジョー・フレイジャーに挑戦する。初めての敗北を喫したが、3年後の1974年10月30日、フレイジャーに代わり、新王者となっていたジョージ・フォアマンを8回形勝ちで、破り、王座に返り咲いた。この挑戦試合は、アフリカのザイル、現、 今後民主共和国で行われ、というタイトルが付けられていた。当時、一般には前世を過ぎたと見られていたアリが、史上最高のハードパンチャーとされたフォアマンを破ったため、近車差の奇跡とも呼ばれる。この試合で、アリは、ロープに持たれながら、相手のパンチを腕でブロックし、自分では打ち返さずに、防戦一方になっていたが、一見劣勢に見えながらも、フォアマンの体力を消耗させて、 最後の一発で逆転するというクレバーな作戦を取り、見事な勝利を収めた。アリはこの戦法を、ロープ、A ロープ、と名付けた。ただし、以降の防衛戦でこの戦法を多用する一方、対戦相手のパンチを被弾することも増加していったため、後年のパーキンソン病の原因ではないかとする説が上がった。引退後に、パーキンソン病にかかり、長い闘病生活に入った。 公の場に出る機会は大きく減ったが、難病の中でも社会に対してメッセージを発し続けた。1990年に湾岸危機に際し、イラク大統領との直接対話のため、病を押してバグダードに赴き、アメリカ人の人質解放に成功する。解放された人のうち6人が、早く帰れる飛行機には乗らず、ありと同じ飛行機に乗って帰国した。 1996年7月19日、アトランタオリンピックの開会式で聖火を聖火台に転火。この開会式では、聖火台の転火者は当日まで秘密にされていたが、女子水泳選手のジャネット・エヴァンスが添火台まで聖のトーチを運び上げた際、アリは彼女からトーチを受け取り、 病気のため震える手で添加用のトーチに火をつけた。添加用トーチに着火するとそのトーチは上昇し、上にある聖火台に飛び込んで添加される仕掛けになっていた。この時、自ら側に投げ捨てたローマオリンピックの金メダルが再授与された。2003年の MLB オールスターゲームで始球式を務めた。2005年11月9日。 アメリカ合衆国のホワイトハウスにて文民に贈られる最高の勲章である大統領自由勲章を授与された。2009年アイルランドクレア州エニスの名誉市民に選出され9月1日に記念式典が行われた2012年ロンドンオリンピックの開会式に参加オリンピック期形容の場面で姿を現した2016年6月3日死去 74歳没。死因は、敗血症ショック。1972年に初来日。この年の4月1日に、東京、日本武道館で、マック・フォスターと対戦し、15回判定勝ちを収めた。1976年の来日では6月26日に、日本武道館で、プロレスラーのアントニオ・イノキと、格闘技世界一決定戦を行う。 特別ルールで戦い、3分15回を戦って、時間切れ引き分け、詳細はアントニオイノキ対モメドアリに終わる。アリのテーマソングである、炎のファイター、通称、アリ・ボマイエ、ボンバイエ、作曲、マイケル・マッサーは、76年に格闘技世界一、決定戦を戦ったチョ期に記念として寄贈されたということになっており、イノキ・ボンバイエとして歌われている。この歌は、 翌年公開の映画のエンディングテーマ I always n e w I had it in me 作詞ジェリーゴヒンとしてジョージ・ベンソンが全く別アレンジのバラードとなって流れるちなみにオープニングタイトルの The Greatest Love a f o l は後にホイットニー・ヒューストンがカバーして大ヒットとなった百九十八年の来日の際には四月四日に東京ドームで挙行されたアントニオ・イノキの プロレスラー現役引退試合のスペシャルゲストとしてリングに上がり、チョキをいたわった。1966年3月、アメリカ軍はベトナムとの戦いを本格化させていた。軍は徴兵の基準を大幅に下げ始め、より多くの兵隊を招集した。アリがこの情報を聞いたのは、報道陣に囲まれている時だった。そして、俺はあいつらベトコンたちに、 何の恨みもないんだよという、とっさに返した答えによって、彼は何年も続く、アメリカを変化をもたらす革命を引き起こした。有名なアスリートが公然と、ベトナム戦争を非難することは、当時は冒涜に値した。彼が、ベトコンに対する無関心を公表したとき、国民のベトナム戦争に対する支持はピークを迎えていた。調査会社ギャラップによると1966年の、 最初の3ヶ月で戦争に対する支持率は50%を超えていた。アリはアメリカの黒人イスラム組織、ネーション・オブ・イスラムへの忠誠、そしてその一員であるという理由から兵役を拒否し、自身が良心的兵役拒否者だと述べた。イスラム教に改修し、カシアス・クレイという名前を捨てたアリは、すでに議論を巻き起こしていた。加えて、徴兵拒否という行為によって、 アリは、芝叩く間に、アメリカで最も嫌われている、有名人へ仕立てられた。アリほどの著名な人物で、他に徴兵を拒否した者は誰一人いなかった。アリの、一見ふざけたような戦争反対の姿勢は、国民、政府、そしてボクシング界から嘲笑された。デーブザイリンが表した、アメリカ民衆のスポーツ誌によると、彼に、モハメド・アリの名前を与えた。 ネーション・オブ・イスラムは攻撃的な抵抗を繰り返す彼との関与を否定した。黒人初のメジャーリーガーであり、現役中、引退後も活動家であったジャッキー・ロビンソンは黒人の兵役軍人を失望させたとして、アリを批判した。そして大多数の黒人兵士たちも、ロビンソンの意見に賛成した。以降4年にわたって、アリはリングではなく法廷で、自分の信念のために戦い続けた。 そして1967年、徴兵を回避した罪で、有罪判決を受けた後、州のボクシングライセンスを剥奪された。プロアスリートの前世紀である25から27歳の間、アリは妻弾きにされ、彼のボクシングキャリアは事実上の終わりを迎えた。白人上流階級のために貧しい、黒人アメリカ人が戦争に生かされている状況に過ぎなかった。 金持ちの息子は大学に行き、貧乏人の息子は戦争に行く。そんなシステムを政府が作っていると彼は言った。アリを擁護した人は皆、身の危険を感じることになった。スポーツジャーナリストのジェリー・アイゼンバーグは、兵役拒否をしたばかりのアリの話を聞こうとしたところ、爆破予告や苦情の手紙を大量に受け取ったという。その一方で、メディアの大多数は、 悪意のある報道を繰り返した。しかし、反戦派のアリの孤独はそう長くは続かなかった。裁判が続いていた中でも、アリは反戦的な発言を止めなかった。アリの発言は、1960年代の公民権運動と同じく構造的な階級差別と人種差別を非難するという主張に基づいていた。アリの、俺は何の恨みもない発言の直後、 ベトナム戦争を支持する声は下火になった。そのセリフが報道陣に伝わってから1ヶ月後には戦争支持率が50%を初めて下回った。アリが兵役拒否したことで投獄された1967年6月の2ヶ月後、戦争を支持するアメリカ人はたった27%になっていた。これはリンドン・ジョンソン政権下で最も低い数字だった。 1967年の夏頃には多くの特に黒人のアメリカ人がアリの味方となった。公民権運動の前進、そして戦争の支持率の低下へと導いた。アリは上訴していた1968年頃大きな経済的負債を抱えていた。そのためボクシングをしていたら稼げていたであろう。何百万ドルの代わりに、 お金を稼ぐため大学のキャンパスで何百も物法を始めた。何年も続いた上訴の後、連邦最高裁は1971年6月、ありの有罪判決を破棄した。その頃には、州が彼のボクシングライセンスを回復させる手続きを始めていた。彼の戦争に対する見解が、アメリカ全体の戦争に対する見解となり、人々は自分たちの英雄が、 ボクシングに復帰する準備を整えた。そして3年半後、アリはリングに戻った。1970年10月、アリはアトランタでジェリー・クーオーリーを倒した。やがてアメリカ中にアリがキャリアを犠牲にしてまで貫いた信念と彼への支持の輪が広がった。以来、これほどの社会的インパクトを残したアスリートはいない。アリがベトコンには、 恨みがないと言ってから50年後、プロアスリートたちは社会問題について立派に意見を述べるようになった。自らの選手生命をかけたアリはアメリカに国の歴史上最も多くの犠牲者が出た戦争に関わる階級問題と人種問題に抗議する声をもたらした。アリ、フレイジャー、フォアマンはいずれもオリンピックの金メダリスト、アリはライトヘビー級、 フレイジャーとフォアマンはヘビー級の金メダリストであり、オリンピックチャンピオンがプロでも活躍するという流れがこの当時続いていた。アリと同様ライトヘビー級で金メダルを獲得したスピンクスがアリに挑戦し、バンクルワセで王座を獲得したが、アリは再戦で王座に返り咲き、史上初めてサンド王座を獲得したヘビー級ボクサーとなった。 1960年ローマオリンピックで金メダルを獲得。同年10月29日にプロデビュー。1962年12月15日、ローユアーチー・ムーアに4回 TKO 勝ち。1964年2月25日、ソニー・リストンに7回 TKO 勝ちで、WBA ・ WBC、統一世界ヘビー級王座を獲得。この試合は、 リングマガジンファイトオブザイヤーに選出された2度目。1965年5月25日、初防衛戦でリストンとのリターンマッチに臨み、初回の2分12秒で帰り討ちにした。1965年11月22日、2度目の防衛戦で、かつての名王者、フロイド・パターソンの挑戦を受け、12回 TKO 勝ち。当時ありは、 ネーション・オブ・イスラム入信を公表し、アメリカ社会を激しく批判していい、白人の意のままにならない黒人だった。パターソンはそれを止めるベビーフェイスとして担ぎ出された。彼も、この報道構成に載せられる形で、タイトルをアメリカに戻すと発言。それを聞いたアリーは失望し、憧れでもあった、彼に対して、アンクル・トムとののしり、 試合中もレフェリーが止めるまで決定的な強打を打たずパターソンを痛めつけ続けた。1966年3月29日3度目の防衛戦でカナダの強豪ジョージ・シュバロと対戦。先の試合で見せた圧倒的な強さから全評判ではありの圧倒的有利の予想であった。しかしシュバロの徹底したインファイトと 必要なボディ攻撃に苦しんだが、要所で有効打をヒットさせて15回判定勝ち。アリにとってみれば、初の大苦戦とも言える試合であった。1966年5月21日、4度目の防衛戦で、ヘンリー・クーパーと対戦。クーパーは王者になる前のアリからノックダウンを奪うほどの実力者であった。試合は、お互いの実力が拮抗した。 ハイレベルな打撃戦となったが、クーパーが6回終了後に、左まぶたからの大出血のためドクターストップで、辛くも勝利した。1966年8月6日、5度目の防衛戦で、ブライアン・ロンドンに3回 KO 勝ち、勝負を決めたラッシュはカメラが捉えきれないほどの高速で、ありながら全てがクリーンヒットするという驚異的なものった。 1966年9月10日、6度目の防衛戦で、ドイツのカール・ミルデンバーガーの挑戦を受ける。アリは終始パワフルな攻撃を見せるが、ミルデンバーガーは撃たれても撃たれても強靭な、精神力で耐えずクアリが休むと、怒涛の反撃を見せる。しかしワンサイドで撃たれまくったミルデンバーガーの危険を、察したレフェリーが12回に、ついに、 ストップを宣告するという壮絶な試合となった。1967年2月6日、WBA 世界ヘビー級王者アーニー・テレルと対戦。試合前アーニーはわざとアリの救命である、カシアス・スクレイと呼んで挑発し、これに怒ったアリは試合を完全にコントロールしどころか、わざと決定打を打たず、俺の名前を言ってみろ。と叫び続けて、完全に打ちのめし判定勝利した。 試合後アリは、奴は早く楽になりたかったろうな。奴隷の名前で俺を呼んだ罰だ。当時アリが入信していた、ネーション・オブ・イスラムでは、ほとんどのアフリカ系アメリカ人が持つ名前を、奴隷主につけられたなとして否定的に見る面がある。1967年3月22日、9度目の防衛戦で、ゾラフォーリーを7回 TKO で沈めた。この年良心的兵役拒否のため、 金庫5年と罰金1万ドルを課せられ、1971年7月に合衆国際交際で無罪となった WBA 世界ヘビー級王座も剥奪された。ボクサーライセンスも剥奪され、3年7ヶ月間のブランコを作った。1969年3月11日、WBC 世界ヘビー級王座を剥奪された。 1970年10月26日、世界ヘビー級1位、ジェリー・クオーリーと3年ぶりの試合を行い、3回 TK を勝ちして再起を果たした。1970年12月7日、ジョー・フレイジャーの持つ世界ヘビー級タイトルへ挑戦する前の前哨戦で、フレイジャーを相手に検討したオスカー・ボナベナと対戦する。試合前は楽観視されていたが、 大苦戦の末に最終回に、ボナベナから3度のダウンを奪って勝利した。1971年3月8日、ジョー・フレイジャーの持つ WBA ・ WBC、統一世界ヘビー級王座に挑戦するが、15回に、左フックでダウンを奪われるなどして、判定負け。この試合は、リングマガジンファイト・オブ・ザ・イヤーに選出された、3度目。 1971年7月26日、ナブフ、北米ヘビー級王座決定戦で、ジミー・エリスを12回 TKO 勝ちで、北米ヘビー級チャンピオンとなる。1972年4月1日、東京、日本武道館で、マック・ホスターとのノンタイトル15回戦を行う。15回判定勝ち。1973年3月31日、 ケンノートンに判定負け、生涯二度目の敗北。さらに試合後、顎を骨折していたことがわかる。1973年9月10日、ケンノートンに判定勝ちし、接続。1974年1月28日、前王者ジョー・フレジャーと3年越しの再戦を行い、12回、判定勝ち。雪続を果たすとともに、王者ジョージ・フォアマンへの挑戦権を得る。 この試合は、リングマガジンファイトオブザイヤーに選出された、4度目。1974年10月30日、ジョージ・フォアマンに8回 KO 勝ちで、WBA ・ WBC、統一世界ヘビー級王座を獲得、金車差の奇跡。その後、重度防衛。1975年3月24日、無名のチャック・ウェプナーと初防衛戦を行い、15回、 KO 勝ちするが、ダウン、実は、ウェップナーが、アリの足を踏んだためをキスするなど、ウェップナーが前線する。この試合を見たシルベスター・スタローンは、映画、ロッキーのストーリーを思いついた。1975年10月1日、フィリピンのアラネタコロシアムで行われた4度目の防衛戦で、ジョー・フレイジャーと対戦し、14回 TKO 勝利を収めた。 修正のライバルとなったフレイジャーとは3度対戦して2勝1敗であった。工業名をザ・サリラ・イン・マニラとしたこの対戦は両者視力を尽くして形勢が何度も逆転した名試合であり、この試合もリングマガジンファイト・オブ・ザ・イヤーに選出された5度目。1976年6月26日、武道館で直戦を行う。 結果は3分15回を戦い時間切れ引き分け。1978年2月15日、レオン・スピンクスに、ニューヨークのヒルトンスポーツパビリオンでの試合で、判定負けして、王座を失った。この試合もリングマガジンファイト・オブ・ザ・イヤーに選出された6度目。この後、スピンクスは WBC から王座を剥奪され、WBA 王座のみとなった。WBC 世界ヘビー級王座には、 ケンノートンが認定された。1978年9月15日、レオン・スピンクスに判定勝ちし、WBA 世界ヘビー級王座を脱回、3度目の帰り咲き、この後王座返上。1980年10月2日、カムバックし、かつてスパーリングパートナーだったラリー・ホームズの WBC、世界ヘビー級王座に挑戦するが、11ラウンド。 TKO で敗れ、ダッシュならず。1981年12月11日、トレバー・バービックに判定負けし、ついに引退。通算成績は56勝5敗で、このうち37勝がノックアウト勝ちだった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。